西新宿ジャンクション北東側街路より、右奥が高江戸方面。西新宿ジャンクションは、東京都新宿区にある首都高速4号新宿線と中央環状線を結ぶジャンクションである。東 JCT は、甲州街道と山手通りが立体交差する初大交差点の真上に位置する。山手通りの地下を山手トンネルで通っている中央、環状線からのランプが、 南北両方向から分岐支給勾配を上り、高架構造の4号新宿線のさらに上へ取り付く。さらに4号新宿線高江戸方面からのランプも4号、新宿線本線の上に上り、本線の上層でお互いの連絡線で2層の定時路を形成する。その構造上、中央環状線と4号新宿線、三宅坂方面との相互の行き来はできない。 ランプはいずれも急勾配及び半径40メートルの急カーブを有することから時速30キロメートルの速度制限が設けられている。マスコミ公開時にはジャンクションランプ2層、4号新宿線本線、山手通り本線及び、高州街道速道、高州街道本線、地下の中央環状線本線とで、計6層構造を形成する交差点として報道された。 当初の計画では、ジャンクションのランプは平面交差し信号制御となる予定であったが、その後の設計変更で現在の立体交差形式となった。2018年1月22日に大雪が降った際、外回り山手トンネルからジャンクション上り坂に差し掛かったトレーラーがタイヤチェーンを履いていたにもかかわらず、勾配8%の坂を登れずに途中でスタックした。 車線を塞いだため、10時間以上に及ぶ渋滞を作る、原因となった。ありがとうございます。